フランソワーズ・アルディは、フランスの歌手、シンガー・ソングライター、女優。1960年代にイエイエスタイルで登場して、以来、世界の女性アーティストに大きな影響を与えてきた。夫はミュージシャンで俳優でもあるジャック・デュトロン。パリ旧区、ドマルド・ーリ・界隈出身。1962年に、男の子・女の子でデビュー。1960年代には、歌手、 女優として活躍。フランス語圏の人気にとどまらず、特にイギリスで人気が上昇した。人気に伴い、ジャンリュック・ゴダール監督の男性、女性、1966年のアメリカ映画、グランプリなど数作の映画に出演した。アムステルダムにて、1969年12月16日1968年、アメリカのマーガレット・ホワイティングがオリジナルの イットハーツ2世グッバイにフランス語詞がついた、さよならを教えてを発表。同曲の作詞を担当したのが、セルジュ・ゲンスブールだった。以来、ゲンスブール及びゲンスブールの妻だったジェーン・バーキンと親しくなった。同曲は、アメリカのベラリン、カナダのジネットリンもカバーしている。さよならを教えては、日本では5年後の1973年にヒットした。なお、ゲンスブールは、 キスミー・ハーディ r という曲も書いている。1960年代後半からは、ジョニ・ミッチェル的なシンガーソングライタースタイルに転向し、シンガーソングライターとして、より自身の内面を表現するようになった。1988年に引退宣言を行い、先制術師に転身していたが、1990年代初頭に2曲、発表しカムバック。1994年には、 当時人気絶頂のイギリスのロックバンド、ブラーのデーモンアルバーンの熱心な誘いにより、シングルツーザエンドでデュエットした。2003年には、バーキンのアルバムランデブーに、シュラニーで参加し、バーキンとデュエットしている。2006年には、ゲンスブールへのトリビュートアルバムムッシュ、ゲンスブールリビジティットにレクイエムフォー、エージャークで参加している。2004年のアルバムタントデルチューズは、21世紀の、 ケンスブールと呼ばれる、バンジャマン・ビオレがプロデュースした。ユッス・ウン・ドゥールのいる NYA パダムールルーは、ジョルジュ・ブラッサンスのカバー、アルディもカバーしている。レスリー・ファイスタのラムール・ネ・デュラパトゥジュールは、アルディのカバーである。日本では1979年に、TBS のテレビドラマ、エンセンチズで、マジュネス・フエル・キャンプ、私のキシエス・アイ・ミ・キャバレロが使用され、 ドラマの中で繰り返し流されたことから話題を呼び、CBS ソニーから発売されたシングル版、ベスト版、もうリエなんか行かないがヒットした。荒井由美が、三木聖子、石川瞳に提供した、待ち伏せは、さよならを教えてのオマージュとも言われる。また西島美恵子はアルディを、史上最も偉大な歌手と言っている。トレギャルソンイレフィンユ、男の子と女の子レプルミエ。 オヌール・ジュジュール、青春のブルース・モニアミラ・ローズ、バラの微笑みえる、アミチエ、イン・イングリッシュ・ラ・メゾン・ウジ・グランディ・マジュネス・フル・キャンプ、モーモリエなんか行かないエン・アングレイ・コモンテ、ディー・レ・ア・デュー、さよならを教えて、それゆらクエスチョン・イフ・ユーリス・ネシジュ・ M エヌ、ワイズ・アバント・トア・メッセージ・パーソネル、イン・アー、アクト・スター・ミュージック・サル・ギントニック、フランソワ・ーズ・アルディ、アムステルダム・ニテ、 1969年12月16日、ありがとうございます。